メルカリで食べ物を買ってみた。メルカード発行したら3000ポイントもらえたぜ。メルカードはポイント還元率も高いから、メルカリヘビーユーザーにありがたいわね。で、メルカリで食べ物を買うイメージがないんだが、何買ったんだ？今流行りの味噌菌か。転売ヤーは、過激派で草。確かに今味噌菌の動画出せば再生されそうな気がするけど、転売品には屈しないわ。ちなみにうつ主は味噌菌求めてセブンイレブン暗夜してるけど、全く見つからないんだぞ。ちなみに何店舗チェックしたんだ？ 2 店舗だぞ。もっとやる気出せ。話を戻すけど、今回はメルカリショップスから購入したわよ。メルカリショップスってなんだ？メルカリ内で店舗を構えることのできるサービスといったところかな。楽天やヤフーショッピングと違ってお手軽にネットショップを運営できるんだぜ。そのメルカリショップスからこんなものを購入してみました。マグロのたたき。要はネギトロだな。こちら1袋 500g が2点、合計1キロ購入したわ。ネギトロが1杯なんだぞ。お値段はいくらだ？お値段は1キロで3000円よ。ほう、メルカード発行でもらったポイントが綺麗にネギトロになったわけだな。でも購入したショップは大丈夫なのか？怪しい店のものは食べたくないんだぞ。そこは買い物上手の霊夢ちゃん、安心なさい。購入したショップは楽天でも出品していたわ。他の EC サイトでも売っているかは、その店が信用できるかのポイントになりそうだぜ。メルカリショップスでも転売ヤーがいないとは限らないから気をつけましょうね。で、今回はこのネギトロで何を作るんだ？ 1 キロも買ったんだし、最初は無難にネギトロ丼を作るわよ。ネギトロをたっぷり使うんだぞ。まずは炊きたてのご飯を用意するわ。そういやこの器、視聴者様から同じもの持ってるってコメントをたまにいただくんだぜ。これは佐賀の焼きカレーをテイクアウトしたらついてた器よ。有田焼きだから結構しっかりした器なんだぞ。自宅の食器は100均が多いからな、撮影に使える器は限られてるんだぜ。概要欄に URL 貼っておくからよかったら取り寄せてみて。話を戻して、ご飯に刻み海苔を敷くぜ。毎回思うけど海苔って高くない？うつ主が自炊始めて想像より高かった食材ランキング上位に食い込むんだぞ。動画撮影という大義名分でたっぷり海苔をかけたぜ。ここでいよいよネギトロの登場よ。ちゃんと解凍したんだぞ。ホイップクリームみたいな感じで、先端を少し切るぜ。中途半端に切れちゃったわ。よし、じゃあネギトロ投入するぜ。ブリブリブリ。フランの楽しみが妨害されたんだぞ。495歳の楽しみがそれって悲しくないか？たっぷり乗せたぜ。このままじゃ見た目が良くないからお箸で成形していくわよ。スキヤのネギトロ丼くらい形を整えるんだぞ。あれはフリスビーなんだわ。スキヤのネギトロ丼も美味しいけどね。まあこんなもんかな。次にネギを乗せるわよ。切るのが面倒でカット済みのものを買っちまったぜ。均一にカットされてる方が見た目も綺麗だから。おい、画面がぼやけてるんだぜ。ネギ乗せるとこ全部ぼやけてました。ネギ刀のネギをネギと思ってる人ってバカなんですよね。ひろゆきやめろ。AI なのにバカなんですよね。がめっちゃ悠長で草。というわけでネギもたっぷりだぜ。もう完成か？まだ終わらんよ。今回はたくあんも用意したわよ。ネギトロの油をたくあんでリフレッシュよ。材料だけ見たら半年前に作ったやつと同じだな。気にするな。完成よ。うまそうなんだぞ。自宅で作るネギトロ丼にしては十分なんじゃないかな。さてさていただくわよ。まずはわさび醤油を準備するぜ。銀の皿でもらった醤油を使うんだぞ。チャンネル登録者1000人記念動画を見てない人は後で。ゴジがすごいな。ちなみにわさびは期限切れてないわよ。我々は決して賞味期限切れ調味料を使う系 YouTuber じゃないんだぞ。そんな系はねえ。早くしてくれないか。仕方ないわねえ。せっかちまんじゅうなんだぞ。醤油にわさびを溶きまして。投入。よし、完璧ね。じゃあまずは私からいただきます。これはうまいんだぜ。ネギトロのねっとりとした旨味が最高なんだぜ。続いて霊夢ちゃんがいただくわよ。すごいな。スーパーのネギトロより旨味が濃い気がするわ。スキヤのネギトロ丼にも負けない美味しさで最高ね。フランはたくあんと一緒にいただくんだぞ。たくあんを混ぜることで味変して楽しめるんだぜ。いただきます。うまいんだぞ。たくあんがあると贅沢感マシマシなんだぞ。たくあん以外にも卵黄やとろろもトッピング候補としてはありだと思うわ。一袋 500g もあるんだから、トッピングを変えて楽しむのがいいと思うんだぜ。ひとまずこの一杯を味わって完食するんだぞ。
ちそうさまでした。すごく美味しかったわね。まだまだいっぱいあるからいろんなアレンジでネギトロを楽しむんだぞ。動画にするかは未定だが、ユッケ風にしたりつみれ汁にしようと思ってるぜ。おすすめのネギトロ料理とかあったらコメント欄によろしくね。視聴者の諸君もメルカリで購入してみるといいんだぞ。不要品を売って、売上金で食べ物を購入するのもいいと思うぜ。でも今もらえるのは3000ポイントじゃなくて1000ポイントのようね。さすがに期間限定だったな。だがしかし、だがし、かし。メルカリ自体にまだ登録していない方は、概要欄記載の招待コードで500ポイントもらえるわよ。おお、つまりメルカリの登録とメルカードの発行で合計1500ポイントもらえるんだぞ。1500ポイントあれば美味しい食べ物は買えそうね。というわけで視聴者の皆様、今すぐ、概要欄の招待コードを入力して、メルカリに登録するの。霊夢さん。いや、これはその、露骨に金儲けに走るなって撮影以外で常日頃言ってんだろこの赤まんじゅう。ちょっと登録者が増えたからって視聴者様を経由して小遣い稼ごうとしてんじゃねえぞ。そうだよ。いや、改めて説明させていただきますだぜ。確かに概要欄の招待コードを入力してメルカリに登録すれば500ポイントはもらえます。視聴者様と我々みんな。ってことは、100人の視聴者の諸君が登録したら我々に5万ポイントもらえるのか？そうだよ。じゃあどんどん招待コードをばらまくんだぞ。そうよそうよ、お互いにメリットあるんだから。うるせえ、背筋主義まんじゅう。私は小遣い稼ぎのために SNS で招待コードを全人ずらして載せてるやつが。うんこのこじらせまんじゅう。そんなに神経質にならなくても良いと思うんだぞ。招待コード悪いとは言わないが、こういうのははっきりさせておきたいんだぜ。私のお小遣いボロ儲け計画が、ちゃんと我々にも利益があるっていうのを把握した上で登録してほしいんだぜ。その方がお互い気持ちいいだろ？というわけで、当チャンネルを応援してくれる視聴者諸君はよかったらよろしくなんだぞ。このガラキュー陰形真面目まんじゅうね。でもまだ慌てる時じゃないわ。それでも登録してくれる視聴者様はいるはず。私のお小遣いが増えることには変わりない。我々がいただいたポイントは動画撮影の経費に当てさせていただくぜ。は？当たり前だろ。視聴者様から当チャンネルへの応援の気持ちなんだから。つまり私のお小遣いは？強欲巫女は放置するとして、そんな感じでよろしくだぜ。今回の動画は以上なんだぞ。メルカリショップスで食べ物を買いたくなった視聴者様は高評価よろしくだぜ。楽して小遣いを稼がせるわけないだろ、いい加減にしろ。って思った視聴者諸君は高評価よろしくなんだぞ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。